ふざけるなよ欠陥品の一族。あらかた教官を抱き込んで不正でもやったのだろう。おい、私に敗北したことが真の結果ではないと。敗北だと？いい気になりやがって。なあ、そうだとも私が認めるはずがないだろう。なるほど、では本当の決着をつけるとしましょうか。メディナ、あなたが本当の決着をつけたいなら立ち会いをお受けします。ほう、よくもそんなことが言えたな。やましいことは何もないからです。おお、ではもし私が勝ったら試験の結果を不正と認めろ。そして再び私の命令に従ってもらうぞ。いいでしょう、負ける気はないので。メディナ、何考えているんだ。あいつ何するかわからないぞ。大丈夫、私を信じて。ああ、わかった。では行くぞ。こんな力がなぜお前に。抵抗したとて貴様を許すつもりはない。どこにも逃がすものか。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う。利用する目的以外に何もないだろう。お前もあのバカな父親と同じだ。欠陥品のオルティラノス。許さない、許さない。私はこいつを、これがオルディナノスの剣だ。右目が痛い。勝負は終わりだ。勝者はメディナ。な、何をする気だ。やめろ。立ち会いをお受けいただきありがとうございます。あなたのおかげで誓いを果たせました。誓いだと。亡き父に私が誓ったことです。ホルティナノスケは強く正しく、何があろうと誇りを失わない。父亡き今、私は必ずやその誓いを守り抜く。よかった、一部の貴族以外はちゃんと拍手してるね。ああ、まともな神経の持ち主ならわかるはずだからな。真の勝者が一体誰なのか。そうして剣技の試験は終了した。しかし成績上位者には最終審査が待ち受けていた。
おいメディナ、まだまだ肉あるぜ。せっかくお疲れ様会のために買ったのに食べないのかよ。お疲れ様会？俺たち無事に上級集権士になれたねの会とかいう変な名称の会じゃなかったのか？どっちでもいいじゃないか。それにしてもメディナの戦いはすごかったな。一瞬たりとも目が離せなかったよ。どうかしたのか？キリト、私はあの時本当にあいつを殺そうとしてしまっていた。しかし右目が激しく痛んで剣が止まったんだ。メディナ、また右目が？メディナが殺意を覚えた時に痛んだということはやはり何らかの意味を持つのか。それでよかったんだよ。メディナは十分あいつを見返したぜ。自分の力で誇りを取り戻したんだ。そうだろうか。ああ、剣気から確かに感じたよ。メディナが背負うオルティナノスケの誇りをな。キリト、お前に一つだけ聞きたいことがある。